どうもこんばんは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。ロトセブンの結果を今から確認したいと思います。キャリーオーバーが3億か。3億ってことは、1等が該当なしで、2等が7口。だったらまあちょっと少ないんかな。それで830万か。まあとりあえず当選数字見ていきたいと思います。今回も購入はしてないけど、それでもやっぱ緊張するな。落ち着こう。よし。それでは、今から数字見ていきます。3、それ4、10、全然あかんな。37だけか。だけやな。249だから、前回の1桁と全く同じ数字。前回49出てるから、また49出てる。あと全然やもんな。いやー、むずいな。まあ、とりあえず当選数字書こうか。全く同じ数字が3回連続4と9が出てんねんな。これはちょっと珍しい。2と4と9と、あと、11、14。25、37、29、32と。いやー、ここ最近、ロトセブンもちょっと遠いねんけど、まあ、諦めずに継続して予想したいと思います。まさか49が3回連続続くとは思わんかったから、まあ、逆に言えば、次は4と9は出ない可能性が高いってことやけど、3回続いてるから、さすがにないと思う。まあ、気持ちを切り替えて、まあ、明日はロト6予想して、明後日からロト7再開したいと思います。それでは、この動画はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。